TikTok 撮ってたらバレちゃった。まあいっか。画質が良い、画質が良い。ご飯食べようぜ。次はですね、ご飯タイムになります。もう一個更新した？うん、これ今やる。クリティカルヒー、ゆきちゃん、おっと、おっと、充電切れちゃった。切れてはないけど、あと少しで切れるらしい。今お帰り、ごめんなさい、私が。こんなね、TikTok タイムおしまい。ジャスキー、ジャスキー。近い近い近い。ちょっと寝違え、首の寝違え治る方法で検索。首の寝違え対処法。Hey Siri、 首の寝違い直す方法教えて。ウェブでこちらが見つかりました。間違った対処法をすると長引かせてしまう。寝違いの原因は頸椎の肉離れ。寝違いを早く治す方法は、お、とにかく安静に何もしない方がいいって、何もしない方がいいって話だわ。これは了解、了解って話だわ。了解、何もしません。今日メール送ってなかったわ。メール送ろう。あ、取った。つける？うん、いいよ。いいの？振動。なんかね、あんまり何もしない方がいいって無知なんで。やめとくわ。怖いから。
長引かせても怖いから。なんか夜ご飯食べます。あ、タコパしてほしいって人いる。任せろ任せろ。タコパは粉だっけ。ん、粉のやつ。あ、あれか。タコパは得意です。任せろ。そんなピンポイントでタコパなんてさ。コメントしてきた。ありがとう。あざっす。2個投稿したよ。ピースケか。よいしょ。いや、やばいでしょって話だよね。今日のご飯は何でしょう。何でしょう。変えなきゃ。TikTok のコメントに最初の配慮してくれた人に返す。もういい？ピン。ん？ポイピン？いい？ピンピン。え？いるの？うん。いや、やばいでしょって話だよね。ありがとうございます。今からご飯タイムなので準備をしたいと思います。バジリンさん、顔の調子はどうですか？あ？顔の調子はどうですか？顔の調子？うん、どうね。ファンデーション。ファンデーション？え、どうだろう。でも時間どうだっけ？分かんない。一応今いい感じだな。やばいでしょって話だよね。準備してきます。今日のご飯は牛タン食べたい。切ってよ。切るのはいいよ。
ンギリ、うん、そうなんだ、なんか細かい方がいいってことだよね。うん、実家はみじん切りです。あの四角いやつ。ああ、どこ行った、あっちに行った、あっちに行った、冷蔵庫入れてね。あ、入れてないですか。美味しい。やばいでしょ、話だよね。このドンキの袋ゴミ袋にしてもいいですか。いいよ、穴開いてるかな、大丈夫か。ちょっと一回やってみようか。なんかちっちゃいさ、うん、釘みたいなの落ちてんだけど、何？何みたいなの？釘？え、怖い。ちょっと、これ、なんかの釘じゃん、怖いんだけど。何それ。ほら、見てみよう、こんなの落ちてた。怖いじゃん。本当、何これ、怖いし。一回テレビの前置いとくね。
いないと止まっちゃうの？いなすぎるとさ怖くない？いやいるよ。これ配信止まっちゃうのかな。やべ、首痛い。もう首痛いよ。首痛いよ。よいしょ。食べ過ぎを気にしたから。このささやかな抵抗。納豆はいつ食べるの？納豆なんか食べた方がいいかなと思って買った。なんでその危機感？危機感めっちゃあるから。やっぱ健康的にならないと危ない。嫌な予感がするんだよ。健康大事でいかないとね、みんな。みんなもですよ。健康第一ですよ。牛タン動画面白かった。ありがとうございます。嬉しい。牛タンで美味しかったよ、めっちゃ。そんなになんかめっちゃ高いとかじゃないけど美味しかった。サバ弁当いただきました。めっちゃ健康的。何人？サバ弁当。最近おしりんの部屋の配信多いね。お部屋綺麗になったのかな。うん、綺麗になった、ね、広くなったよね、ちょっと。うん、普通に広いよね。何でしょうか、何ができるでしょうか。おしりんさんは今種を作ってます。種って言うんだっけ、種ってなんだっけ、種みたいなの作ってます。種ってなんか違うか。種って何でしたっけ、ちょっとわかんないや。種。今日成人の日？昨日？昨日？もしかして？昨日？一昨日じゃん。一昨日？全然違ったわ。じゃあ一昨日？成人の日？あ、餃子か、種って。おとといでした。これはキャベツを刻む音では、だって。え、そんな響いてるすごくない？そんなさ、物まで当たる。キャベツですよ。おしゆきのたこ焼きにキャベツが入る日が来るなんて。
ちょっとね、健康に気を使っていきますか。東洋地フラグが急上昇ランキングに上がってるらしい。すごい。すごい。でもうちも昨日2回ぐらい見ちゃった。いやめっちゃってさあ、いい曲じゃない？シンプルに。そう普通に。曲めっちゃいいよね。普通に曲いい。なんか普段口伝ってる。やばい。そうそうそう。いい曲なんだよね。なんかノリも良くて耳に残ると言いますか。めっちゃいい曲なのあれ。ちょっと英語多いけど。いいでしょう。いい歌でしょう。いい歌な。卵割ってる音も聞こえるらしいよ。今は割ってないかな。さっきって書いてある。すごくない？そんなに聞こえるんだ。みんないっぱい見てくださいね、この後も。でもフルで公開されたことが本当奇跡だよね。好きにやっとフルで公開した絶対公開した方がいいもん。意地でも公開しないんだもん。なんかわかんないけど、やっとだよ。成長したね。でも本当さ、なんかさ、うん、AKB を知ったのとかもさ、うん、そのフルで MV 公開してくれたからMV って見るもんね。え、そう毎日見てた。うちは学校帰って。ショート版って何よ。作んなくていいよそんなもん。いらないいらない。そんなん作るとこに労力使わなくていいよ。絶対いらない。あのちょっとずつフェードアウトしていく MV ね、ショート版。気になるとかないもんね。うん、終わりか。うん、あ終わったってなるだけやもん。続き見るために買おうとならんもん。ちゃんとしてたんだ AKB が。ね、そうだよ。やっとや、やっと。なんかね、途中からフルで上げるんだよ。なんかフラストレーションとかも途中でフルになったんですよ、確か。覚えてないけど、なんかそうだ、気づいたらフル上がってたみたいな感じやった気がする。みんなね、推しメン探しに何回も何回も見て見てたね。再生回数増やして。何回も見てくださいね。遊びに来たよ、ありがとう。見てね。眉毛濃かったかな。もういっか。これどんぐらいさ、てててて、結構これは満帆に入る。なんかもうゴロゴロ入る感じ。キャベツ、ゆきちゃんちだっけ。キャベツ入ってます。あ、でもこんな感じです。こんな感じです。はい、こんな感じ。マジで
なんか水分もうちょっと入れるよな。分からんけど。なんかもうちょっと入れるのか。確かに。でもなんかね、私の実家はね、ほんとこんなんだけど。本当？うん、意外とこんなんですよ。油欲しいです。あれたこ焼きってさ蓋いらんかったっけ。いらないんじゃない。もういらないや、取っとこう。やばい、ごま油が買わなきゃ。ごま油もなくなりそう。いいんだ。なんかすごいよ。でしょ。あとはコーンちゃんね。またコーンなんか食べさせてあったけど。そう、やばいよね。結局食べなかったってこと。そのままにしちゃったの。まああるあるじゃん。まあね、おしりさん。一人暮らしあるあるじゃん、そんで。おしりさんとコーンってほんといつもそう。あとうち冬場冷蔵庫使わないから。そうなの。あんま冷蔵庫開けないの。確かに、さっき開けてなかったね。そうバレた。うん。秘密にしてたのにリクちゃんにバレちゃった。だってなんか中から取り出そうと思ったら、あ、入れてないって。そんなことある？この家マジ冷蔵庫なもん全体的に。まあ確かに。いいの、別に冷やさなくても。確かにね。なんかもっと、あ、お餅いる？あ、お餅あり。キムチとかチーズとかはね、持ってるよ。
焼いてきますね。はい、やっていくよみんな。やっていくよ。やっていくよじゃないよ。うわ、ちょっと焼き具合が結構いい感じですね。今日のキャベツが入ってるから健康的ご飯です。いやもう具材がキャベツみたいなとこあるわ今日。結構あれだわ。え、ね、お腹いっぱいになりそう。わお。具材、おしりさん具材。バカバカバカ。汁が。やばい、おしりさん。結構やばい。なんで始めたんじゃん。って焼くよって言ったらはいって言ったよ。はいって言っちゃったけど、その後までしたよ。汁が足りない？何これ？汁足りない。足んないんだ。どうしよう。まあでも結果何でも美味しいですよ。多分これ何でも美味しいのね。ちょっと経験的にはだって適当に入れたシーチキンでさえ美味しかった。え、シーチキン美味しかったね。あるよ。え、今日もあるよ。買ったの？いやなんかわかんないけど、うちの家必ずシーチキンあんのよ。え、湧き出てくんの？じゃそうじゃないよ。すごい、シーチキンの生産地だっていうことで。わかんないけど必ずあるシーチキン。シーチキンちょっと好き。いれる？任せるよ。ちょっとしか開けちゃダメなんですよ。あ、失敗した。今日もでかいな。失敗しましたで、今日も。今日も失敗しましたで。お好み焼きじゃないよ。なんかおしりさんたこ焼き好きなんだって。そう。てか家たこ焼きがマジで好き。なんだって。だからおしりさん今日もたこ焼きがいいと言ったので。いや言ったじゃん。責任をなんか夏井試験もやめてる。言ったじゃん。ガチやでこれは。あの言ったよ。だって。シーチキン欲しいの。次の回にしよう。ちょっと怖いな。うん？怖いな怖いな。分裂した。ゆきちゃん。はい、終わった。おしりんさん終わった。もう隠せません多分それ。あ、退去費、退去費。おーやだ、もう退去費が一番高い。退去費ってやだよね。もうそれ以降さ使わないのにさ。なんでって思う。退去費って本当やだ。あ、違う、これえ忘れた。なんかおしりんさん壊してます。あぶね。おしりんさんキャベツが鬼。いらない？いる。いるのか。いやの水足せばいいよね。確かに水足しな。いやもうでも足したら増えちゃう。しくった。しくった。何にしようとしたんだっけ。シーチキンだ。でもいい匂いしますね。みんなにはしないのか。みんなに匂いも届けられたらいいのに。そしたら分かってくれるのに。なんかさ、人生ゲームみたいな画角にしよう。ああ、斜め。そう。たこ焼きを見せてあげる。みんなにたこ焼きを見せては、そしたら分かってくれると思う。マヨネーズ。あ、マヨネーズ？え、シーチキンマヨじゃなかったでしたっけ？あれそうしたっけ？ちょっと待って。
マヨと、マヨさ、え、あ、奥にもう一個ある。どんな家ある。マヨ2個ある家あんの。奥にもう一個発見はやばい。奥にもう一個。3月20日まで余裕。やばい、なんでそんな2個持ってんの。2個発見できる家はえぐい。おしりんさんもやる？何を？高く。え、どうしよう。こっちだけでも、じゃあこっちはあのその様子見するわ。確かに。雪の方でたこ焼きが見れるよっていう。でこっちで顔がよく見れるよっていう配信ね。了解。落ちか。なんつった？何もない。塩も入れてたの？うん。わかんないけど。天才的だね。なんかナチュラルに塩を入れるとか天才じゃん。天才の発想。どんどん塩分を取ってくスタイル。塩をこのなんかとりあえず入れとこうみたいな。天才だよ。デブや。おしりさんまだバレてないだけで天才の発想してます。なんか向こうから走ってきて何すると思ったらピンポイントシーチキンに塩かけてった。天才。いや天才だったね今の行動は。さすがに。まだだよね。美味しそうでしょ。火力強い。火力強いのこれって。いい感じ。健康たこ焼き。やばい、お餅が最悪。何？今日さ、お餅さ、レンチンしたんだけどさ、なんか失敗しちゃって。うん。うん、なんかラップしといたからセーフだったんだけど、多分爆発したのよ。え、ラップの中で爆発したってこと？そうよかったですね、しといて。マジラップしたみたいな。ラップしてなかったら多分全体飛び散ってたね。本当に。え、どうやったら爆発するの？わかんない。やりすぎたのかも。なんかもうお皿全体に餅がついてるわ。取れにくそう。うわ、朝つけたのに。いい匂い、いい匂い。キャベツがめっちゃ入ってる。いい感じ。ブルーノ、ブルーノのホットサンドのやつ欲しい。
い音だ。とにかくいい音。すごい、こちらから見るとすごい煙。煙すごい。確かにおしりさんの配信の方もユキの顔見えない。キャベツってさ、水出るんだっけ？水出るね。それにやられてるかも。やられてんの？こちらのたこ焼きが。え？待ってよ。え？どういうこと？水入れすぎたってこと？え、わかんない。なんか負けかけ。負けかけ。うん。まあ、まだ。まだ負けかけではない。勝ってるとこもあるんでね。ここお前映さないでっていつも言うやん。なんで忘れちゃうの毎回。大好きな、うちらの大好きなジュースを発見したので買ってきました、ね、売ってた ね、 ね、売ってると思わないよ、うん、思わぬ場所にあった。よいしょ、いででででで、ちょっとプレミアたちが邪魔してる。そう、シンプルに火力が足りてません。あ、そういうことね。まあでも気長に行こうぜ。まだ8時だぜ。そうですよね。うん。ちょっと置いとくわ。キムチ食べていい？いいよ。え？グラス凍らしといた？ちゃ。お酒飲む人違うのよ。違うのよそれは。なんでこんな曇ってんの？わかんない。寒さとおしりさんはーってしただけ。バカ。寒さとさ、結構嫌、気温差よ。はい、台所は冷たかったけどこっち来たら暑い感じ。ちょっとこれなんか缶の周りべちょべちょだわ、気をつけて。お、うまっ。ユイチキンマヨってこんなうまいんだね。うまくね。ね、120% だけど、うん、おしりさんの味付けがうまいっすよね。そんなことないよ、やっぱ天才。うまことがあった。ここにある。え、ん、ここだよ。こいつまでしちゃったこと思った、うん、そんなそんな破天荒なことあるって今。うん、めっちゃおいしい、クリーンチキンマヨ。ほんと？おいしい。何これ、ゴミ？マヨ落ちたの？マヨが飛んで、ブーって言ってマヨ飛んでた。地味おもろい。このくらいなら大丈夫です。地味おもろい小学生みたいな。優しくね、優しくする、うん、こんがやったり、うん、バフった、バフっちゃったね、ちょっと。あ、ちょっとうち今よ、21年の目標の一つを決めたわ。細かい目標さ、え、ちょっとうち書き留めよう。今年やりたいこと絶対書き留めよう。これなしにするってこと？え？バフってない？違う。バフらないよ。違うのよ。でもこれ昨日、あ、一昨日か、公園でも話したの、小さな目標ってあるみたいな、みんな。うんうんうん。で、いろいろ出たんだけれども。私はそこでスニーカーの白さを保つっていうのを見たんだけど、うん、え、こういう細かいこともさ、いいんだよね、なんか言うよね、大事だと思います。なんか年始めにさ、みんな100個目標曲みたいな人いたやん。いるよ、リオンとかもそうじゃないって。待って、めっちゃリオンの話めっちゃ出てくるね。ごめん、なんかごめんよけど、
素敵だなと思ったの。うちはそういう能力がないから。はい、じゃあ目標発表しましょうよ。え、みんなでおしりんさんが目標にすればいいと思うこと書いて。スーパーを仕事頑張って、フックで手を引かない。え、こういうことでいいのかな。地味だな、最低限なんだよなマジで。目標というか最低限なんだよな。来る手を拭かない、最低限だな、めちゃくちゃ。これマジでももう24年間染みついたことだからなかなか治んないよ。そうですよね。こういうやつじゃないのかな、もしかして。あ、もうちょっと上の戦いしてると思う。なんかみんなやれたらチェックするっていうよね。でもこれチェックとかしようないよね、ほんと個人プレイすぎて。そうだね、戦いのレベルがなんかちょっと違う気がするけど、まあまあまあ目標あるだけいい。ありがとう。言っていいかな、この間企画で楽しいことしたってこと。え、でもいいんちゃうな。そしたらちょっとなんかみんなも気になってくれそうだ。え、なんかこの間 YouTube の企画で2021年の占いに行ったんだよね。そう、でもそれがもう神すぎて。そう、なんか毎回寝るときになんか思うんだよね。あ、うちも、あの日のこと思い出すんだよね。これだからいっかって、こう言われたからいっかって。そうそう、なんか OKOK って。2021年は本当にいい方に行く気しかしないのよ。だから別になんか毎年そんなネガティブな気持ちを持って、あ、今年だみたいな年は別にないんだけど、今年はなんかよりなんか自信に満ち溢れてるっていうか、うん、ちょっとやっぱ占いがね本当にいい方向に向かってるの、うん、占いに行ったことが。初めて占い行ったんですよ私。あんな番組とかでもあんまし行ったことないの。何でも行ったことなくて初めて行って、その結果がねまた YouTube になるんですけど、見てほしいよね。そう、見てほしい。でも、うん、なんかちょっとパーソナルな部分を当てられた感じは。そう、結構当たってたから。いや結構当たってたのよ本当に。マジね、うちもね番組で2回ぐらいね行ったことあるんだけど、うん、なんか外れたことないから怖い。なんか占いってすごいって思う。いや占いっていうか、人がなんか生まれた時から決まってる感がほんとすごい。あ、結局その私のいつも言ってるその運命決まってる説、うん、それが濃厚になってきちゃうよね。確かに。占い師がすごいっていうか、今回の占い師さんもさ生年月日でなんか計算してたもんね。めっちゃ必死に電卓叩いてましたね。そんな大事かねって思っちゃうね。生まれた日、そこで嘘ついたらどうなるんですかね。確かに、むむってなるんじゃない。うん、やっぱ違和感感じる。わかんないけど、生まれた日そんな生まれた日怖くない。だってさ、うちさ本当はさ4月12日に生まれる予定だったの、うん、で22になってこの結果なわけなの、うん、怖くない。12に生まれたらどうなったの。確かにめっちゃ気になるわ。なんかやばいよね。今日あんまできないな、たこ焼き。え、ほんと？うん、こっち側だけじゃない。ほんと？今日いいけど、こっちなんかいい感じにひっくり返ってる、意外と。うんかさん、みんなあんなにいいこと言われんのかなって思うよね。いや、思う。でもさ、それ不安になってさ、ゆきちゃんが最後になんか、え、なんか悪いこととか、うちらの悪いこととかもっと言ってくださいよって言ったらさ、なんか、え、言ったけどなんか気づいてないみたいな言われて、うちら鈍感だったかもしれない、もしかして。悪いとこ言われたらしいんだけど、そうそうそう、一言全然響かない。ポジティブなことしか頭に入ってこなかった。でなんか先に私が占いして後でおしりんさんがやったんだけど、もうなんかおしりんさんの結果が頭に残りすぎて自分の忘れかけるっていう。バカだな。ほんと塗り替えられちゃってどんどん。面白かったな占い、ね、みんなも行った方がいいよ。なんかさ、なんだろうね、わかんないけどね、行った方がいいよね。悪いこと言われるかもって言って行きたくないじゃん、うん、言われないのよあ
んまり。いやもうねマジね、今まで会った占いの先生全員優しい。うん、でも悪いとこも、でも確かに言われた。私も言われました。よくみんなに注意される。そうそう、でも私の悪いとこは自分で自覚してた。え、うちも自覚してた。そう、言われるもんね。バレたと思って。そう、でも親とかにもよく言われることを言われました。私はそういう身内なら知ってること。ちょっとびっくりしたな。でもね、本当にすごい当たってるの。うん、占い派えぐかった。ハマりそう、マジで。ね、また半年後に行こうね。うちも2人で。でも3ヶ月に1回ぐらいでもいいんじゃない。なんかモチベが上がる。聞くだけで。大事なことを聞き忘れたんですよ。これって変わりますかって聞き忘れたの。あ、運命みたいなのが。そうそう、あ、努力次第で変わるのかっていうね。そう、いい方に変わるのは別にいいんだけど、逆にこの占いしすぎて悪い方に変わってく、運が逃げちゃったとか、そういうのあるのかなって。もしそれだったらさ、もう行かない。でも行かないくするわけないか、占い師さんが。確かに、だってそれが仕事だもんね。うん、それがさ給料になるなら絶対また来いって言うの。うん、ってことは行ってもいいのか。行ってもいいんじゃない。2点3点したらどうするんだろう。行ってることな。うん、あの、でも分かんない、そういう変なとこポジティブだからさ、うん、あ、ちょっとあの日頑張ったから運命変わったんだって思っちゃう。めっちゃいいやん。わかんないけど。めっちゃいいやん。いつだっけ更新されるの。今月末ぐらいだったよね。さっき見たよ。24ぐらいの予定だったと思います。うん、みんな本当に見てほしい。24ぐらいだったと思うよ。だって。あ、でもわかんない、変わる、これ変わるので予定が。うん、そうなんですよ。24です、ね、いろいろ変わるんで確率とは言えないけど、今のところ24に更新する予定のやつ。いやー、また行きたいな。なんか時間なくてあんま聞けなかったからさね。そう、続きが気になる。うん、あのうちちょっと金運とかも聞きたかったわ。やっぱどんどん気になっちゃう。なんか聞きたくない。あと仕事のこともちゃん、まあ何なんだろう、その性格とこういうのがいいですよっていうのを教えてもらったけど、そのちゃんと仕事のこととか結局聞いてなくない。確かに聞いてない。 YouTube のことは聞いたけど、本業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 、間違いない、本業なのよ。でもなんかさ、そういうさ、YouTube やってるとかさ、アイドルやってるとかさ、うん、プライベートで行ったらなんか言い出すのもなんかって思うじゃん。確かに。だからいいよね、全部知っててくれて、その上でそういうの見てくれて。だってなんか言えなくない？青木しおりっていう人と一緒にやってますとか。確かに。めんどくさいじゃん。その人は4月何日までね、みたいな。こういう人なんですけど、その運勢見てとかめんどくさいじゃん。だから全部知ってくれてるのは本当嬉しい。うん。めんどくさいもん、伝えんの。いや、バレんのかな、なんか言わなくても。どうなんだろうね。いや、今さらお姉ちゃんから見ちゃう。あの、写真が送られてきた。あ、送信しちゃった。恥ずかしい、恥ずかしい。なんでお姉ちゃん。お母さんがお姉ちゃんに言って。へえ。でもこれからこれで小さい子の写真困らない。一周ですね。保育園。おもろい。めっちゃおもろい。どうよどうよ。真ん中の辺で、真ん中辺焦げてるよ。うん。銀だこみたいになっちゃう。いいよ。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいい。食べよう。大丈夫？銀だこみたい。ほら。銀だこみたいな。銀だこの、焼津のね、イオンにね、銀だこ入ってるんだけど、うん、でそこでバイトしてる子がなんかやばいらしい。やっぱ油さめっちゃやってカリカリにしてくれるから、そういう系だもんね。すごいやけどするらしいですよ。ありがたいね。でもそのおかげであのカリカリの美味しいたこ焼きが食べれるわけだから、うちらは。そうだよ、本当にありがたい。
やけどまでして作ってくれる。そうだよ、ありがたいよね、うん、いただきます。どうぞ。うわ、塩持って帰っちゃった。あ、ごめんなさい、半分に割っちゃいました。うん、うん、うん、おいしい。今日もおいしいです。たこ焼き外れないな、本当に。いや、本当にそうなのよ。家たこが一番うまいんだから。うん、おいしい。なんか私が行ってる美容室の人も元銀だこの店員さんなんですよ。うん、うん、家とかで作れるんだって。え、うん、めっちゃよくない？あの感じよ。うん、お前転職するのって聞かれてた。何に何に仕事運の話してたから。あ、そういうこと。そういうことじゃなくて、なんかさ、その仕事内でのこういう立ち位置にいた方がいいよみたいなのとか聞きたいじゃん。こういう立ち回りが向いてるよみたいな、その極端に言ったらリーダー気質なのか、それとも陰でなんかやった方がいいのかみたいな。表に出ない方がいいとかね。そうそう、表に出ない方がいいはまずくない？それやめ、もうやめなって言われてるやん。表に出ない方がいい。でも私表に出るのやめるんだけど、うん、やめる、卒業したらね、うん、やめるつもりなんだけど、うん、表に出てるのが向いてるって言われた。へえ、素敵やん。え、聞き逃した。え聞き逃した。私の占い結果言ってたんだよ。言ってたのよ。で、えってなったもん。めっちゃびっくりしちゃって、うん、え、そうなんですかみたいな。そうなんだ。なんかそうやってなんかみんなに物を紹介したりとか、インフルエンサーみたいな、結局影響を影響を与える人だからみたいな言われて、えみたいな。いや、で出続けなきゃならないじゃん。別にいいんだけどね、嫌じゃないから、どっちでもいいんですけど、向いてないと思ってたから。でこうやって一人の占いの結果でめちゃくちゃ影響される。確かに影響受けるタイプの方だったわ。いや、面白かったな占いは本当に、うん、あの日朝から気分良かったもんね。うん、まあまあまあ、んいろいろあったけど、いろいろあった。キャベツ感じる？多分は、ね、じゃあ入っててもいいね。うん、真ん中焦げてるよね。ちょっと今日チーズかな。でもチーズ焦げだからうまいね。おいしい。ただの香ばしいチーズ。うん、味はねちょっとダメなんだよね、うん、まだ回せないから。まだ動かないもんないの。そう、ここから動かないのこの子たちは。まだね、まだこの子たちはここにじっとさせとくわ。お前ほんとここやばい。いい生活してるよ本当。でもこれでもさ、いつもより安いからいいよね。うん、
確かに。ワイツなんだけど、どっちか飲む？ピーチ。あ、振るんだっけ？うん。怖いな、どのぐらい振ったらいい？ひっくり返し、一回ひっくり返して、なんか新年の気になるけど、うん、それいつもある。新年明けおめって感じでウーバーやっちゃったから、またね、やめようね。今日からやめましょう、ね、家でもこんな美味しいご飯食べれるんだ、このブルーノと一緒に生活してれば確かにお鍋もそうだし、うん、ブルーノがいる限り。もうなくなっちゃった一個。小さいのよ、なんか、うん、少ないんじゃない。プレミアムだから、大人だからこれぐらいがちょうどいい。まあ、ちょっとほんと桁違いでも美味しい。期間限定とかないのかな、もう標的でないのかな、これ。え、だって2000万本売れたものをさ、期間限定にする勇気ある？まあ、かゆくないの。私だったら売り続けちゃう。うん、うん、うまい。しかもあの短期間で2000万本だから、もうめっちゃ売れてると思うんだよね。ハピーチも美味しいよ。うん、え、でもブドウも美味しいね。ブドウも美味しい、両方美味しいんだよね。量は100万円もよ。そうそうそう、うん、たこ焼きでアヒージョしたんだって、すごくない？ああね、最後の辺はやるよね。へえ、うん、ね、でもしりさんさ、実家とかでそもそもたこ焼きやることがない。あんまやんない、うん、もうダメだね、この子たち。ちょっとかわいそうな、かわいそうな運命ですね。まあいいか、もうちょっと置いとこう。あへ、ベッドって破れちゃう、破れちゃう、あー、破れちゃう、ごめん、音符閉じた、あ、苦手多い分には。やっほー、うまっ。うん、本当に美味しい。これ占いの全貌を話したい、うん、そうなんですよ、占いが本当に、占いが楽しかったよって話なんですよ、うん、これやめるんでしょ2021年。じゃあこの目標は書いてないよ。書いときな。こうやってやった後ここで吹くのをやめたいっていう話、うん、うん、これも書いときな。なんで？ちょっとダメだから。ダメじゃないだろ。見ていけ。ね、伊藤家の食卓ってさ、やつ見てた？ね、それ。伊藤家の食卓知りませんでした。ちびまる子ちゃんみたいな感じ？違います。なんか裏技を紹介していく番組なんだけど。その裏技の中で一番好きな裏技これうち。私んちなら知ってるよ。じゃじゃ、そういうことじゃないな。実写やし、実写やとかないけど。人が出てるよ、人やし、うん、そうなんだ。なんかこうやって余ったやつをギリギリまで使う裏技なんだけど。何裏技？こうやって空気入れてこうやって振るの。この裏技が一番
ためになった。マヨネーズ好きすぎでしょ。ちゃちゃちゃ、マヨネーズだけじゃない、バカバカだろ。歯磨き粉とかもそうだよ、これでやる。ね、わかるよね、伊藤家の食卓ね。毎週マジでめっちゃ楽しみにして、お姉ちゃんと二人見てた。もうないわ。あんまりそういうの詳しくないんだよね。でもテレビっ子だったでしょ。うん、でも本当にそういう本当に好きなのしか。大丈夫か、色が違う。大丈夫、戻ってる。全然大丈夫。これカロリーハーフ。違う種類のマヨネーズだもん。あ、ハーフじゃないかもしれない。だからだ。うん、この時は気取らなかったんですね。気取るか気取らないかの問題なんですか。ハーフ、ハーフっていう。伊藤家見てたよね。そう、歯磨き粉使えるよね。あとなんだろう。あ、玉ねぎの切り方もやってた。その鼻から吸って目が痛くなるから、あ、涙が出るから。そう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 。もしかしてゆきちゃんの知ってる常識も伊藤家の食卓から出てきた常識なのかもしれないよ。うん、桃とかがやって、うん、お、いいね、うん、出すぎでしょ、焦げちゃったよ、うん、これ硬い、これもう、うん、もらおう。わぁ、おーい、おーい、おーい。この子ほんと無理に、無理だけどこっち行く、うん、こっち来て、この巨大な、こっち来て。伊藤家の、伊藤さん、うん、伊藤志郎さんがやってたの。ちょっとちょっとあんま大きい声で言えないわ。ちょっと大きかった。まあ皆さんの想像に任せますけど、ちょっとあれですね、これは。モヤットボールの人か。うん、お、正解。アイクルハッピーね、焦げてる、めっちゃ。もう元この子たちはダメ。ああ、この子たちはダメ。ダメ。ゆっくり育つタイプの子たちだから。次は絶対シーチキン作ろう。うん。いいよ。どうにかなりそう。うん、うん、ペース、あっちっちっち。釘だろね、あの釘ちょっと怖いよね。え、先の方も金になってる、あれ。ん？木？先の方も金になってる。なんか全体的にちょっと脆い感じだったよ。なんか緩んじゃってんじゃん。いや、ピアスかと思ったね、最初。でも違うもんね。ね、思ったよね。ミキも思ったよ、最初。でもね、普通に釘の形なんですよ。なんだろう。
どうする、この家の大事な釘だった。うわ、悪くない。何個半？うん。何？あの最近のなんだっけ？あげおあるある。うん。編集してたんだけどさ。うん。最初に手で気づいたんだけど、うん、ゆぎちゃんって、うん、悪くないってめっちゃ言うのよ。あ、言うね。なんかいいって言えばいいじゃん、うちは結構いいいいって言うの。ゆきは悪くないって言う。全部あれのあれだからね。悪くないって何、いいでいいやん、いいでいいやん、悪くない、悪くない。何、誰から来てんの。え、ナッキーさん。間違ってない。あれ？トレビア見てない。うん。なんかあった。吹けなの。どうぞって。袋。袋？作るの好きなんですよ、タクヤ。え、うん。袋？みんな食べに来てくれたら作るよ。やったー。どうする、呼ぶ？やったー。呼ばないで。ダメです、呼んじゃ。なんで？なんで怒られたよ。やったやった、いきますよ。あ、油引いてない。危ねえ危ねえ。油、よっしゃ、わしも動くで。どこ行くの。ん、動くでっつった。どこ行くの。どこも行かないよ。あ、どこも行かないよ、うん、これ作るか。どこ行くと思った。ゆきちゃんが汚いのか。そうなの。今とんだて。今とんだて。もう紛れさせて取ってくる。いきまーす、はい。なんか止まってる。つくんじゃないと。うん、つくよ。よいしょ。何？ソーセージたち入れようかな。ん？ソーセージたち入れようかな。いいよ。お願いします。妖怪ウォッチ。真剣。あ、ベタベタ？なんか血みたいなのついてびっくりしちゃった。血。どういうこと？ビカチ。このシーチキン地獄で作ろう。なんでそんなこと言うの。え、冷蔵庫大人気だろ。冷蔵庫見に行く。大人気だ。
ねえ、ここ寂しすぎる。売れないよ、なんかキムちゃんとか入れて。いいかな、チーズ。私手でバーって入れました。あいつの用意を。はい、こいつですか。チーズが、はい、焦げつくんでお願いします。ちょっとめっちゃ嫌い。ごめん、知ってるゆきちゃんは俺が嫌い。めっちゃ綺麗なのそれ、なんかキモくない？シンプルに。どうした？火の元を切られたかのように急に静か。終わった。うまっ。この吉野家のキムチはマジでうまい。うまいよね。ラフやな、やって。ラフやで。ラフやで、適当に作るで。たこ焼きはね、何しても美味しいから。最近さ、領域展開のやつが見たいんですよ、見ました？呪術回戦、どうですか、面白いですか？面白いよ。見たの全部？あーでもね、なんかさ、全部完結してないとさ、来週見ようとかなんないのよ。なんか一気見したいタイプだから。なるほどね。そう、うちが見てた時はまだ完結してなかったから見れなかった。から見る。もう一回最初から見る。いや、一緒にってこと？見ないの？一緒にやるんですね。話しながら見たいよ。あとあれも見たい。かけ狂いだ。見たくない？見たい。かけ狂いましょうってやつ。これも TikTok。一緒に？ん？何？一緒にやろ。一緒にはいいや。かけ狂いこそさ一緒にやる。だってわかんないもん。なんか何わかんない、難しいと思った。一緒に？一緒に。一緒にはちょっとうざすぎ。そう、コミック漫画見たいのよわしは。一緒に？いや、漫画は一人。逆にね、うん、逆に漫画見たいな。かけ狂いましょう。TikTok ってさ、その時流行ってるアニメさ、すごいジフトしてくる。てかもう TikTok から流行ったまであるんじゃない？呪術廻戦。でも知らなかったもん、普通に。そうか、柱とかもそうだもんね。うん、なんだっけ、柱があるとか言われても、ないない、誰誰誰だっけ、なんだっけ、あのセリフ忘れちゃった。柱が来たみたいなやつでしょ。だから柱である、俺が来たみたいなやつ、ね、知らなかった。嫌われてないって派手派手だ。わ、進撃、進撃も途中まで見てたけどね、頭悪いから途中で分かんなくなっちゃって。あれ6巻から10何巻まではあるよ。なんでその、
そのあれなの6巻から10何巻まで誰ですか、どういうプレゼントの仕方ですかきっとプレゼントですよねそうどういうことですか6巻か多分確かどういうことですか1からはない気がする。そうなのよ。でもあれもう完結するらしいね。めっちゃ見たくない、めっちゃ見たくな い, いどんな秘密かで、あれもやっぱさ完結してないからさなんか追えなかったのよね。すごいね、そのプロみたいな混ぜ方してるちょっとマヨネーズのが優勢ですね今。あ、わざとです、多めにしてますね。マヨネーズ優勢です、はい、それはマヨネーズ多めですよ。見たい漫画、何漫画見たい。でも漫画喫茶とか嫌いなんでしょ。そういうのあんま言わないで。なんで気難しいと思われる。別に、いや漫画喫茶嫌いな人はいるでしょ、そりゃいるんだ。え、だってなんか独特の匂いとかさあるじゃん漫画って言ったことない。あ、マジで。うん、ムカフキ。てか漫画がね、そもそもねこの間初めて読んだね。はい、ヤクネバと鬼滅初めて読んだ。やばチャオとか見てましたけど少女漫画ノリノリで見てたけど、そんなないか別に。チャオ派リボン派仲良し派チャオ。あ、うちもチャオ。左にレボリューション、うん、どこかわかんないまだですよ。まだかね、お腹空いちゃってあとなんだろうな、チャオ見るまで好き。何が流行ったか忘れちゃったな。めちゃ持っていいんじゃん。めちゃ見せた。全員通る道なんですね、あれは。でもあれも見てたよ、あのルンルンが舞台やったやつ。何だっけ？ギャグ系のやつ。ギャグ漫画日和は違うっけ。そういうの見てた。そういうのも意外と見てた。でも少年漫画とか見てた。ヌーベとか見てた。あ、聞いたことある。でグレー、グレー記憶ないだけかも。グレー、あ、そういうことね。グレーゾーンです。でもワンピースとか見たいもん。あ、ワンピースもね、うん、人魚のとこまで見たわ。ナミでしたっけ、敵出したよね最初。ちょっと思ってない。え、ナミじゃないっけ、中学生の時に見たね。敵じゃないのみたいな。敵じゃないの、ナミじゃない、誰のセリフそれは。敵じゃないの。いや、私のセリフ。おえみたいな仲間なのみたいな。ナミじゃないっけ、なんかちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃ってか思ったのよ。ちょっとしか見てない時になんかポスターとかに仲良くナミが写ってんの見て、え、みたいな、この人ってあれ気のせいかみたいな、ん敵じゃんみたいな、そういうなんか謎の変な気持ちになったことがあるんだけど。へえ、ナミじゃないっけ、覚えてないや、記憶ね。ときめく方へ急ごう、足の方を歩く。何それ、ワンピースの歌。うん、なんかめっちゃこれ小学生の頃流れてた、小学校で。じゃあワンピース知らないのに。いや、知らなくても流れるでしょもうやんないよね、次やる。いつもの感じだとここでお腹が膨れる。ちょっと気持ち取りたい。うまっ。
こうやってつまんでって一晩でこれ全部食べきったことある気持ち。ある。うん。ないか。ラートでした。思うんですけどって言えばいいんだよ。その目標があるならそのために何をするのかって言った方がいいと思うんですけど。辛い。キュンです。体が熱くなってきた。キムチかな。待って、これ飲みたい。飲みたいし大好き、ね、ホワイトチョコがうまいんだよな。いいよいいよ。これいつも意見割れるよね、この歌の意見。絶対歌ってるサビが違うだけだと思うんだけどさ、絶対割れんだよこの意見。これどうもいいいいな。うん。これだっけ？え、待って怖いなんか。これってなったんだっけ？どれになったんだっけ？待って待って思い出せない。なんか赤くないっけ？それを見せてみたやつですね。あ、そうか。多分。いや、満パンすぎてどこかわかんないよ。良さそうな感じがすごい。どこだどこだ。うわー、これやばいね。焦げもなく、なんかもう最高の焼き加減で、すわ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 さん、すわさん合ってないな。合ってないな。でもうちすわさんすごい何年もお世話になったけどさ、すわさんの最後の記憶さ、ゆきちゃんがすわさんの膝膝の皿を必死で取ろうとしてたのしか覚えてないんだけど、諏訪さんってどんな人だっけ。諏訪さんは諏訪さんってどんな人だっけ。膝を全力で外そうとしても怒んない人だよ。あ、優しい人か。いや、つまり優しい。だって膝って結構取れるかもって思いません、皆さん。膝の皿ね、うん、そこマジ必死にゆきちゃん取んのよ、諏訪さんの膝の皿。一回取ってみたいなって思って、自分で取んの嫌だから諏訪さんの膝で取ろうとした、うん、けど怒んないの。いや、怒ってたよ、やめろって言ってたじゃん。ちょっとはさ、やらせてくれるんじゃないか。わざと笑い分かってるから、ね、ちょっと引っ張ったところで、ね、ういみたいになるんだけど、ちょっと引っ張らせてくれるんだよね、うん、普通に怖くない。膝とんの怖いわ。こうって持ち上げる。でも足遅いからさ、骨すごいよ、膝がもう。ここでもね、ああいう足持ってる人ね、もう一人知ってる。誰の膝取ればいいの。三月ちぼえ。三月ちぼえの膝取ればいいの。
みつきちボーイは結構同じような足してるよ。みつきちボーイの足を狙えばいいのか、うん、そうそうそう、多分取らせてくれよ、みつきちボーイの。いや、取らせてもらっていいですか、うん、って言えばいい。そうそうそう、取ってみたいんですけど最近長ズボンしか開かないからね、この時期だし。みつきちボーイ変わっちゃったんだよわきまえるようになったらま上に引っ張るんだよ、膝取るとき、うん、え、これすごくない？うっかり録画開始するのを忘れてしまったら必要なシーンに戻ってきたかもしれない。え、どういうこと？開始できなくない？え、あ、じゃあ念のためにずっと撮ってくれてるんだ。うん、めっちゃいいよ、うちらやん。うん、普通やりかねないから。パンク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 。え、急にできた。一緒にミーティングしたんじゃない？でも僕らもさ、そんな子供じゃねえんだね、思う別に残酷なこと言われてもさ、覚悟できてるよ。誰に届けようとしてんの？ん、いや、なんか別に何届けようとかじゃない、なんか今言いたかった、そういうこと。言いたいこと言った方がいいだろ。うん、24ちゃいと22ちゃいなのよ。で、この妖怪やっぱ8年7年やってきてんのよ。へえ、そうなの。全然実力伴ってないけど誰も来ないでしょ。だけどやってきてるの、こっちもね。だからさ、多少のことはさ、もう大丈夫なのよ。なんか覚悟もできてるし。首とかじゃないよ、首とかじゃないのよ。そういうのじゃないのよ。バカ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 、やめろ、心配するやろなんかしでかしたかと思われる。みんなの応援はいつでも欲しい、そんなの。けどそんな分かってんのよ、もう、うん、選ばれないとか選ばれるとかさ、ダメとかね、うん、いいとか、そういうの分かってんのよ。なんかあったの？なんもないけど、今言いたかったのよ、うちは。だからさ、もっと任してよ。なんかあった？なんもないけどさ、分かんない。誰かに刺さればいいなって思うよ。思うよ。そう、うちはすぐね、赤ちゃんのふりしちゃうけど、赤ちゃんといえば赤ちゃんといえばだよ、しんせ。結構ガチ。いや、押しだが、うん、あれさ、全部ゆきちゃんと一緒になっちゃうからやめてほしい。絶対違うもん。今回これ信じないことにしてんだよ。ありがとう、ロシンさん、信じていいよ。待って、なんかドロドロすぎてさ、こんなもん。いや、もうちょっと置いた方がいい。じゃあ、そうじゃない、なんか溢れ出てる。めっちゃこうなっちゃうの、頑張ってよ。でも絶対もう回した方がいいのよ、この真ん中辺とかさ。だからさ、みんなさ、本当に相談とかもさ、してよ。大人だから、いつも私の相談ばっか聞いてくれるけどさ、みんなも相談事あるでしょ。シリーさん、一番相談しない。力になるよ。あ、しない、うちは人にしないけど、でも大人なの、本当に。もう大人なのよ、悲しいんだけどさ。Baby. もうこんなこと言っといて、明日の配信とかの時にはもう、なんか子供だけでさとか言ってそうで怖い。こんな大人なんだからさとか言っといて。
そういうことあるよね。バックパック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 。9時だ。今日考えた。入れたよまた。ごめん。今日は2じゃないようです。2じゃないようで、あの頃のロッカー初解禁されます。そんな重要なこと。そうなんです。もっと宣伝しなよ。あ、うちもした方がいいか。そう、私も歌ってます。みんな聞いてね。え、初解禁、うん、やばいね。やばくない？みんな聞いた方がよくない？普通に。じゃあ10分だけ切りますか。切る？いいよ。だって、わかんないけど、すごくない？それって。そうなんです。今日東海ラジオで初解禁なの。だってさ、恋落ちフラグはあんな堂々と でかくやってたけどさ、あの頃のロッカーも大事だよ。あ、ちょっとこれあんまやっちゃダメなやつとか。じゃあこの配信が直前、直前生配信ってことでしょ。あの頃のロッカー、あの発売記念生配信でした。あー、終わっちゃった。後付けですな。そう、でも9時半なんでまだあと30分あるんですけどね。ね、もうちょっとなんかやっぱ置いといたら大丈夫だよ。でも焦げるの嫌なの。あ、焦げ嫌なんだ。定期的にひっくり返したいところではある。放置してる。なんかひっくり返んないそっちだけ。だってここ火弱いの。ここちょっと固まってはいるけどね。なんかさ、なんかさ、やっぱ痩せたいわ。だから今日サラダにしようって言ったのに。ごめん。でもご飯は楽しみたい。朝からタコパとかしません？絶対動かないし。なんかさ、なになになにその話だった。いや、なんか痩せたいのよ。わかる？みんな。ゴールデンレッツタイムしよう。アイス食べようかな。何年ずつだからね。間にアイス食べるのめっちゃ好きなんだよね。なんかセンターウェイクトリオって欲しいんですよ。何それ。買って。何これ。センターウェイクトリオは香り、光、音の3つの刺激でいい香りで起きれるんだって。めっちゃいい。香りも気づかないやろね。気づかないだろうね。無駄やん。ダイソンの何でしたっけ、ドライヤー、うん、いいんですかね。ダイソン、でも最近聞かない。リファの方が聞かない。聞く。ダイソンよりも
見てバルミューダのスピーカーだって。へ、かっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいい。ついてるし。立体的な。まあでもなんか落とし手とかそんなめっちゃ悪いの以外さ分かんないから別に何でもいいんだけど、私は。見てこれカメラだって。つなぎなサイズの小型キャメラ。キャメラ。キャメラ。キャノンで。キャメラ。キャノンの。メイクブラシを収納ついでに除菌。え、超いいやん。え、待って、このページ全部欲しいわ。何そのページ。フォーグのラインできた。フォーグ。もう無理だ、これ全部欲しい。なんか、近未来って感じだね。メイクブラシは毎日掃除するのが理想だけど、忙しくなかなか難しいもの。手間をかけずにブラシを清潔に保ちたいという願いを叶えてくれるのが、こちらのアイテム。使い方は簡単で、ブラシの中に入れて、ブラボタンを押して、5分間待つだけ。紫外線塗装によりウイルスや殺菌を最大 99.9% で防ぐことができるんだそう。すごくない？めちゃええやん、これ。ええやん。1万3000円です、まあ、そんなの。直感で動いてみたらええやん。そんな話だっけ。キスキスキスからの。え、めちゃくちゃええやん、マジで。これ入籍入籍ノリで入籍。え、ね、踊んない？やっていいよ。ええやん。いいよ。ノリで。音がな。あ、そっか。え、ダメなの？いや、わかんないですよ。そこちょっと結構グレーですよ。え、欲しいものリストにこう入れとこう。必要なものリスト。ちょっとなんか踊りたくなってきた。踊りたくないっていうか。ごめん。踊る。でも時間をちょうだい。完璧にやりたい、やるなら。し揃えたい、やっぱり違う。揃えたいわ。タブレットのなんかすごい使い手で、なんかおばさんなんだけど、なんかタブレットを使いこなすことに命かけてるぐらいすごかったよ。そう、なんか2人組で、そう、なんかその片方の人は多分タブレット初心者で使い方が全然分かってないの、うん、なんなら買う前とか。いや、持ってない可能性もあるね。ノートだったもん。そう、ノートにメモしてたんだけど、うん、もう一人がマジでずっと熱弁ね、カレンダーもできるのよみたいな、これこうやってこうやればいいですって片方の人がすごいみたいな。あれなんか二人一組でタブレットの押し売りやってんのかなって。うちらうちらに売ってるって思ったよね。そう、今買えますかって言いそうだったもんね、うん、そんぐらいなんかなんか二人で通販サイトやってたわ。そう、でも気になって気になって編集がもう本当にもう手につかなくて、もうずっとこのバキハかぶって下でずっとこうやって、ゆきちゃんは LINE でずっと隣気になるってラインすな。そう、なんかやばかったんだよ、隣のおばさま方がね。すごかった。うちもやりたい。なんかそんなね、いや、そんなタブレットいいんだって。そんないいな。カレンダー管理できるしみたいな、メモもこうやってみたいな、これ知らないみたいな、こういう機能あるんだけど知らないみたいな、知らないですみたいな、そんなんできるんだみたいな、めちゃくちゃ大げさにやるんだよね。どっちもやばい。もうやばいよ、あれ。どっちもやばいのよ。えみたいな、損してる。え、そうそうそう、みんな損してる、うん、こうした方がいいよみたいな。そう、これは絶対やった方がいいと思うって、うん、そうですね、すごいわみたいな。ずっとずっとだったよね、本当に。これずっとなのよ。うちらがもう来た時にはいらっしゃって、帰る時にまだいたから。いたまだいた。多分次あそこ座った人がまたね、最初からやらねえんだよあ、ずっと、うん、あれ繰り返しだから。あのスタバで繰り返しなんだ、あれ。アップルの、多分そうだよね、アップルの店員なんだ、あれ。私服警備員みたいな感じ。私服で売ってる人なんだね。やばかったもん、うますぎて欲しくなっちゃって、うん、イエーイ。真ん中らへん良さそうだよ。本当だ、美味しそう。タブレット持ってんだけど持ってるやん、持ってんだけど、使い方教えてほしかった。そう、使い方がなんかもう桁違いだったから、うん、でもなんかすごかったんだよね、本当に使いこなし方が。
ハハ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 。森で入籍してみたらええよ、みんなも似合い、そりゃハッピーよ。ポイントだけ役所にとも入籍してみたらええよ、ええよ、ええよ。じゃあ私が踊るんで、うん、おしりさん歌ってみた。やだ、いい、どっちも苦手なんだから、だったら踊らして聞いてられないからダメなんかな。踊ってみたい。惑星ループでもいいよ。トゥトゥルルトゥ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 。赤い。いや、今日なんかまだ食べれるな。コーヒーおいしい。わかんない、これが終わる頃にでもゆきちゃんはお腹いっぱいとか言い始めるから。そういつもそう。ダメ。急に言っちゃうんだよね。まだダメ。ん？タコパ見てるだけ楽しいって。ええー。毎日タコパしよう。でもキャベツ入ってていつもより健康的なんですよ。でも全然キャベツの影響を感じないから入れた方がいいと思います。ちょっと 甘みが出た。逆に逆にいいね。逆に逆に本当に本当にそれやばいでしょって。やばいでしょ。ん？飲まへん？飲もう。喉乾いた。大丈夫。大丈夫。好きなのファンタ。普通のファンタはね、もう飲まない。それは絶対嘘やん。え、飲まなくない？飲まない、てかジュースは本当に飲まない。マックの時ぐらい。
ジュース飲まなくなっちゃってこれだけ飲むんだよね。ファンタベロンは飲むよ。で缶のやつとか飲むけど、缶のファンタメロンってやけに美味しく感じるんだよね。うめえ。そう、ここだけ焼けないんですよ。なんかなんでかわかんない。あー、もちろんコーラ飲むよ。もうコーラなんかさ、体に悪いって感じじゃん。うん、でなんか飲むのやめようかなみたいな。うん、でもなんかあの西野大先生が飲んでたからいいやって言った。なった。最近毎日配信してるんですよ、 YouTube。うん、夜深夜にコーラ飲みながら配信してるんですよ。いいね。そういう時お酒とかじゃなくてさ、コーラ飲んでる人さ気合いそうだよね。うん。コーラ飲むんだ。ハッピーコーンでした。ハッピーコーンって言うんだ。うん、スクリーン食べさせてるから。うん、なんだか騒がしいな。なんだかな。置いていいんですか。いいよ。よし。うん、ツナだ。あ、これうまい。ドクターペッパーってなんだっけ。独特な感じだね。ジュースだよ。炭酸系。うん、ドクターっていうかなんか良さそうだね。体に良さそうなものだね。うん、結構やばそうな色してるんだけど。あれかも。焦げてるかも。弱くする？しないと。取るわ。見に行ってない 4DX。 これな、ポンプエフェクトね。行きたい。絶妙にゆきちゃんのやつのコメント見えないんだよね。ここで見たらね。目悪いのかな。もしか見えない。ん？見えない。ん？うん、うん、サイレンダーとか見えますよ。それ役そういうな感じとかはちょっと細かくて見えないかも。
タカナとかが見えます。これ。ファーフクライハイ。めっちゃ好き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 。でもお腹の調子はいい感じ。もう一回やるの？やんない。よかった、うん、これ新しいマヨネーズだよ。そう、もう一本あったって。やばい、スーパーネムネムタイム来たわ。帰ろ。帰んないね。だって眠いんでしょ。うん、帰ろ。ごめん。なんでそんなに帰ってほしくないの。何が。なんでそんなにいつもさ帰るって言ったらさ帰んないでっていうの。うん、なんかおしゃべりしてて楽しいじゃん。その時間をなんでわざわざ俺帰らせようとするのって思っちゃう。寝るって言うからさ。別に。食べる？食べる？喋る？喋るよ。うん。寝ながら喋るじゃん時々。寝言じゃん。寝言じゃないよ。うん？今やっぱうんって言っちゃっただけって。おなだけね。なんだいつだっけ。もう服も食べるやん。あ、YouTube 撮影の合間だ。なんかイヤホンしてて、ちょっとうっすら聞こえたの喋り声まで、うん、何と思ってパソコンパッてやってみたの。だからうんうんって言っちゃっただけみたいな。一人ずっとボソボソ言ってたよ、うん、別にそれに対して追求してないのよ今日。ほんとになんかちょっと言っちゃっただけみたいな言ってて、何も言ってないじゃんと思って。なんかすごい目で 見られたから、うん、言っただけみたいな。何も言ってないよ。どうしようこれ。はい、今隅隅置いとこ。頑張れ、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 頑張れ。かゆい。つでしたっけたこ焼き、この間やったの。結構今年に入ってからだから。頑張れ、頑張れ。あ、お正月休みだって気がするな。使わせれたわ。そう、この間やったんですよ。
そうだ、うん、これだ、お込み足、うわー、あーガッチガチになってんじゃん。あれ、あれかよ、デブだもん。え、何デブだもん。それがどうしたの。デブだからタピオカなんて飲んじゃダメだよ。あ、そういうこと。なんでさっきはトキエ気にしてんだろうなって。で、私はトキエ見てるのは27が始まるかなって思って見てた。タピオカも30分なんだ。おしりんさんのさ、ストレス発散方法聞いとけばよかったですね。いや、思った。でもあんま食べることの話されなかったから。ん、ゆきちゃん、あんなずっと食べることが好きなのね。ずっと言われてたけど、知られなかった。占い師さんに言われたんですよ、私食べることが好きだって。ってことは、うん、好きなことだからやった方がいい。うん、私にそう言われなかったね。うん、なんか、うん、眠いよ。眠いよ。ガチ？これガチ？遊ぶ予定だったじゃん、この後。なんで？優しいピョン、うん、この人。この人ね、ありがとうって言って。この人ね、あれ持ってるんだよ。何持ってるの？あれ。だから無念の味方公演が終わるときに、みんなでバットにサイン書いて、これを持ってる。すごない？当ててた。カフェ、ね、カフェかどっかで。カフェに見ててくれた。そんなとこまで持ち歩くぐらい好きなんだよ。その日にもらったんだっけ、ちょっと忘れちゃった。そういうことか。ちょっと忘れちゃった。持ち歩くの結構えぐいでしょ。取られそうじゃん。取られるかな。持ち悪い、うん、現場、うん、かわいそう。待って、アイス食べようかな。ね、そう、眠くなっちゃった。ねえ、帰っていい？帰っていい？眠い人と一緒にいたら眠くなっちゃう。ごめんごめん。帰っていい？帰っていい？帰っていい？おしゃべりして。ねえ、家帰る。ねえ、帰んないで。なんで？は？ショールームじゃ一旦終わります。ねえ、終わんな。え、だって、嘘。2じゃないよだもん。あ、2じゃないよか。何？もう本当に何？みんな2じゃないよ、聞いてね。2じゃないよ、聞いてください。あの頃のロッカーが初解禁らしい。じゃあね、みんな、バイバイ。また後でやりますよ。あ、その日にもらったやつだよって、さっきの人が。やっぱり？バイバイ。